ガンゴートリー氷河は、インドのウッタラーカンド州ウッタルカーシー県に位置する氷河。ヒマラヤ山脈の氷河として、最大級の一つ。ガンジス川の主要な源泉の一つであり、長さ 29km、幅2から 6km、総面積143平方 km、推定 27.75km ーーの大石を有するガンゴートリー山系に囲まれており、 最高峰チャウカンバサンの建国を北西方向に流れる。終端部はガンゴートリーから19キロメートル離れたガウムクであり、ガンジス川の源流の一つであるバーギーラティ川に至る。ヒンドゥー教の巡礼地でもあり、経験な信者はガンゴートリー付近で冷水により沐浴する儀式を行い、多くはガウムクまで赴き、少数の者はさらにタポバンを訪れるが、 この巡礼路は2013年インド北部洪水により 2km にわたって岩が散乱する地帯が生じるなどの損傷が発生している。北緯30度43分22秒から55分49秒、統計79度4分41秒から16分34秒の海抜 4120m から 7000m 地点に位置する谷氷河である。 主中央症状断層の北に位置し、元岩は、花崗岩、ザクロ石のキララを含む結晶変岩、水晶の黒雲母を含む結晶変岩、卵晶石を含む結晶変岩、岩球変魔岩、島上岩球変魔岩からなる。崩壊する末端部では一部が溶融して氷河上湖となり、末端部中央は氷河上湖で満たされることになる。これは、 ヒマラヤ山脈の高地における流水の特徴の一部である。ガンゴートリー氷河の源となるのは、主にラクトバーン氷河、チャトランギ氷河、キルティ氷河の3つの氷河で、この他18以上の氷河が源となっている。2000年の HNB ガルワール大学の論文では、これらを加えたガンゴートリー氷河系の総面積は258.56平方キロメートル。 内訳は、ガンゴートリー氷河が109.03、平方キロメートル、チャトランギ氷河、ラクトバーン氷河、キルティ氷河、他の4氷河、計29.412であった。ガンゴートリー氷河の交代なさと、アメリカ地質調査省及び国立説表データセンターの共同調査により、長さ30.2キロメートル、幅0.5から2.5キロメートルのヒマラヤ山無薬最大の氷河とされた。 計測が開始された1780年より交代を続けており、1936年から1996年の期間では1147メートル交代していた。20世紀最後の25年間に限れば、交代は850メートルに至り、1996年から1999年には76メートルであった。AB、ギャンマールは、ガンジス。 A-diver of no return.th-so-u-th-asian.com。2007年6月24日閲覧。ABCDEA 事件ネ s o n y HC7L, k k s a t c, c プラ d Geomorphological Evidences of Retreat of the, Gangotra Glacier and It's Characteristics.2014 年12月14日閲覧。m e t o c f R.P. ジアルソークロンドン千九百九十三七十四四百九十五五百九シャルマ M.C. アンオーエン L.A.J. クワット、サイレブ千九百九十六十五三百三十五三百六十五アーティクルアットアースオブザーブトリードリブンバイナサファウンドビローエ a サットイメージイラストレーションデイティッド二千一ありがとうございます。